北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選第3節インドネシア対バーレーンの一戦2-2で規定の後半アディショナルタイム AT を過ぎても試合を続けた審判の判断が物議に発展土壇場で失点したインドネシア側の怒りは収まらず大統領までもが本当に腹が立っていると怒りの声を上げている実際の映像 疑惑の後半 ATW 杯アジア最終予選で物にかしたゴールの決定的瞬間。韓国人のシンテヨン監督率いるインドネシアは、9月の最終予選でサウジアラビア1-1、オーストラリア0-0対0の競合2カ国から勝ち点1ずつをつかみ、敵地でのバーレーン戦を迎えた。前半に先制を許しながらも、前半 AT に追いつくと後半に勝ち越しゴールを奪い、 初勝利へ邁進していた。しかし後半 AT9 分、相手 CK、コーナーキック、から先制ゴールを挙げていた FW ムハンマド・マルフーンに土壇場で同点ゴールを許すと、この直後に試合終了のホイッスル。アウェーでの最終予選初勝利を掴かみかけたところで、まさかの展開で勝ち点2がすり抜けてしまった。インドネシア側はこの得点に猛抗議。 当初示されていた AT は6分だったにもかかわらず、オマーン人のアハメド・アルカフ主審はそこから3分伸ばして試合を続けていたためで、終了時間を過ぎても試合を続けた審判の判定は母国メディア上でも、物議を醸すゴール、と大々的に報じられるなど波紋を広げている。インドネシア市、レプブリカ、でも、審判の判定により、すでに見えていたインドネシアの勝利が台無しになった。 と問題し、サッカー協会が審判のリーダーシップに関して FIFA に抗議文を送った、とも伝えた中で、ジョコイドド大統領が怒りの声を上げたことも指摘している。記事によると、ウィドド大統領は本当に腹が立っている。インドネシアはすでに2対1でリードしており、追加時間は6分だったが、笛が吹かれるまでに9分が経過し、最後の瞬間にゴールが決まった。 不可解な判定を球断。仮に勝ち点3をつかんでいれば、日本と同じグループ C の2位に浮上していただけに、感化できない様子をうかがわせた。